はい、お晩でございます。佐渡伊藤酒店晩酌151へ、はい、今夜も佐渡島から、相川からお送りしております。今日はこの日本の、酒を、飲んでおります。そしてここにちょっと映ってまだ映ってねえんだけども、佐渡の、佐渡沖で獲れたイカの丸干しイカを、焼いてこうやって食うばっかりにしてあります。こんな感じで、で、この日本の酒、本土新潟の酒を飲んどるわけなんですが、こっちはまあ新潟で言えばもう大手の酒で、こっちはどうなんだろう、それに比べるとちょっとまあ影が薄いんだかもしれんけど、非常に個性的な酒なんです。で、こうやって飲みながら、丸干しのこの綿の黒いところが入ったこの身を、食うわけですわ。おっか。まあ、ちょっと喋るまでに時間かかってしまうんで申し訳ないけど、まあ綺麗な大手さんの綺麗な酒がいいのか、そこまでいかん、小さい蔵のこれ山灰なんだけど、そのヤマハイの渋のうまさを、渋のうまさがこの、丸干しに対抗できる味なのかっつうと、やっぱり、これだけ個性の強いつまみに対応するのはやっぱりちょっと濃い味というか個性的な味のヤマハイじゃないかなと思うわけです。まあこっちはこっちで、刺身なのかイゴネリなのかなんだろう、酢の物なのか、いや酢の物の酢にはこの酒はなんか負けそうな感じもするんだけど、まあそのもんつうはこっちの山あいの酸味の方が余計にいいんじゃねえかなと思うんだけど、あとはチーズを食いながらだったらどっちもなんかいけそうな気もしますし、酒の個性によってまあつまみを選ぶ、逆に言えばつまみの個性、つまみ、今日のつまみはこれだからそれに合う酒を選んでみんか、いえれ選んでみようと考える、その考えるとこがまあ楽しいんだろうなと思うわけですね。例えばこの丸干しであってもこの耳の部分だったらまあ、ちょっとしょっぱいだけなもんで、こっちの綺麗な酒でもいけると思います。だけどやっぱり、この丸干しを食うとなると、一番美味しいとこは、つか一番うめえとこっていうのは、腹渡や。真っ黒い腹綿が一番うめえとこんだもんねの、そういうなんかなんかな、むつごい味に対して対抗できる、合わせられる酒っつうのはやっぱりむつある程度むつごいっちゅうか味のある、まあ濃い酒なんだけど、
後味はすっきりしとるっていうのは理想じゃねえかなと。で飲み続けられる、食べ続け、こういうのと一緒に食べ続けられる酒こそがいい酒なんだかなと、楽しい酒なんだねえかなと思うわけであります。じゃあこの新潟のちょっと癖のあるヤマハイも面白いもんで、来月からはちょっと売り出して使わさせてもらおうかと考えております。はい、丸星と、言うとりますが、丸星と新潟の酒の合わせ方なんかを喋ってみました。以上、佐渡伊藤酒店晩酌1号1会でした。